仕事に打ち込むことでごまかす毎日、疲れた体引きずって眠るだけの部屋は一人には大きすぎて落ち着かないんだ。悲しい顔は誰にも見せたくないと、だからいつも強がって生きている。もしも明日が世界の終わる時ならば、僕は笑って明日を迎えるだろうか。隣の幸せすら手にしてない今、もっともっと生きなきゃと本当にそう思う。街の隅に弾かれた大人たち、将来の自分と照らし合わせた。震えてならない心は静かに、とまでもね心で叫んでいる。